笑い方からいこうかな。さっき送ったけど、あの守備、ごめん、相手の攻撃に対してのうちの守備に関しては基本的にあのアクララドのところだけ、9番のが右サイドで持ったところの対策だけはすごいしてきたけど、あの相手のクワトロに対する対策っていうのはそんなにしてきてない中で、さっき送った3つの映像でスタートした瞬間に相手がこちらこれはここで3枚作ってきて、ここ飛ばす、もしくはここ入った時のここからのパラレラとかがオープニングとしてかなりのケースで多いので、この状態でスタートした時はまずはもういつもと変わらない、まずしっかりインサイドカットからスタート、ボールサイドの選手、この状態でもちろんこれ全部を3オンラインを全部カットすることはできないんだけど、オンラインに乗る必要ないから、こいつに出したら俺が左足取るよぐらいの雰囲気を出してもらう。で、俺らがつけたいのはこっちじゃなくて、つかせたいのは こっちね。これも基本的にはインサイドカットですよ。だからここに入った瞬間に基本的にこいつはもうほぼ 100% ここなんだけど、ここに関して言うとここがしっかり寄せれてれば基本的にはないっていう。じゃあここが寄せられてて、ここがなかったらこいつはどうするか、パラレラするんだから、これもうマンツーマン基本的にだけど、マンツーマンで置いてかれる可能性も踏まえた中でこの状態、基本的にはもうこいつでいいんだけど、置いてかれそうになるんだったらビッグサイドの選手がしっかりカバーするって言いました。で、もちろんこれ切り切れないから、どっちかにこいつがちょっと下がったりとか出される可能性あるんだけど、この状態でこいつが別にこっち側から入る人全然ない、全然この状態で OK で、顔を振りながら、この選手が顔を振りながら、 こいつは高いポジション取れないんだから、スリオンラインで、ここで飛ばされた時に、飛ばされた時にこいつがジャンプするのか、場合によってはこいつが出るのか、こいつが出た場合のこのランニングは同サイドだから、基本的には絶対にマンツーマン、絶対にマンツーマン、ウィークサイド、この状態からここ入ってくるものに関してはもう基本的にはもうここマンツーマンで、基本的には前から入るから、こいつの認知はしやすい状態だから、こことここはもうフィックスさせて OK。もしこの状態から、ここからのこの状態で入ってきた場合はしっかり伝えてあげてもらいたい、こいつに対して。大丈夫、ここ寄せているのに、ここに出されたものに対してこれなかなか難しいから、これは裏の2枚で管理するしかないんだよ、この状態でもね。この状態でこれはないんだから、基本的にはこの状態なんだったら、ここマンツーマンでここで OK。 まあ最終的には9番のアクララドのところね。もうずっとやってきたけど、左足の前ラインを引っ張るのはディフェンスのこういうラインも必要だけど、こういうラインも必要だから、この状態ですぐこうならないこと、この段差があればワンツーのこっち側に攻められてる時のワンツーの門と同じ、この状態は通しやすいけど、この状態は通しにくいでしょ。この状態を作ること、こいつをぶっ潰すよりもこの段差を保ちながらコースを消していくようなイメージで OK。 時間を稼げばこれができる、時間ができるの、時間が ないのにこれ行っちゃって、これが間に合ってなくてここがフリーになっちゃうの、時間かけさせてこの状態にすること、そんなことで、頂点の選手は真ん中よりもちょっと こっち寄りなんだけど、視野としてはこうならないようにこいつも見つつ、時々顔も振りながら、これを同一視野で見るのは難しいんだけど、こういう視野でいいんだけど、顔を振ることによってこいつを確認してもらいたい。切らなきゃいけないのはこいつのパスコースじゃなくて、こいつのパスコース、頂点の選手、OK？ でカットインした時に俺が入るよっていうような、俺がいるよっていうようなプレッシャーをこいつに与えてもらいたい。だからカットインされた時にこう取り行くんじゃなくて、怖いのはこのピボ当てだったりするわけだから、カットインされた時にここに、ここを消しに行くようなイメージ、ここの状態からここに出されるものに関しては余裕で守備に対応できるんだ。大丈夫、カットインされてこうならないように、こうされないように、カットインされた時はここにスライドすれば全然、スライドしたらもう基本的にはここしかパスコースはない状態。まあ守備に関してはこんなもん、うちの攻撃は相手が211なんだから222にならないことね、
簡単に 2-2 にならないこと。例えばリセーザスタートしたときに相手が残ってパス出て、ここもこのままだったときにパス出てこうなったらこれ 2-2 になるんだよ。なるんで、この時はあるでしょうがないんだけど、このこいつが右利きだった時はこいつは高いポジション取りすぎなこと、翼だったらまだ別なんだけど、高いポジション取りすぎないことと、こうなってある程度2位にならざるを得なかったら、もうここの決断だけはもう明確にある。絶対にこれパラレラかワンツーかのミスなんて絶対に起こしてます。もうなおで、トシキなんだったらもうパラ、トシキでなおなんだったらもうワンツー、まだ裏抜けでも何も取んないっていうぐらい、あのごめん、最初から決め事をするってんじゃなくて、やっぱりこの選手が明確さを持ってもらえて、ここで引っ掛けないことは絶対に、これ引っ掛けたらこれはすなわち攻撃の終わりじゃなくて失点だから、ここだけ怖いの。で、見てると、2-1-1 なんだけど、1-2-3 ラインのこことここがめっちゃ間が空いてるから、間が空いてるから、こっちで翼なんだったらちょっと深さだって、右利きなんだったらここまである程度降りてあげてもらいたいけど、逆サイドの旋回の時に取れるんだったら、取れるんだったらここまで降りないでこのポジション持ってもらう、まあ、こことここのライン感を取りに行ってもらうのと、そんなに洗練されてないから、この状態で例えばパスしてコルティナかけてこうなって相手は 2-2 にしたいなっていう時にここ降りてピサー出したらもうライン取っただし、こういう状態になってもウィックサイド飛ばせる可能性はかなり高いし、ピボ当てはもう迷いなくしてもらいたい。ピボ当てられるんだったらもう迷いなく、これ苦しかったらちょっと降りてもいいか、降りて飛ばしても全然問題ない。 OK、 ウィックサイドはめっちゃ空いてる、めちゃくちゃ空いてる、まあ送ってるよね、送ってるやつはオーバーのウィックサイド何回も飛ばしてるか分かる、めちゃくちゃ空いてる。ここ受けて、もしこれが何らかの形でプレッシャー受けたとしても、このウィックサイドが空くんだから、ここで目が合うのは基本的にはもうこいつとこいつなんで、ここも迷いなく走ってもらえる。パワープレイは後であの映像送ってるんで、共有しておいてもらいたいけど、ある程度出る面で最初の2つと残りの3つぐらい違うのは、最初は3人で回ってるんだけど、途中から4人でキーパーも含めて4人で回ってる。そこだけの違いは見てもらいたいと、こっち側にいるフリーのやつは、全部この4人に対してのセグンだけじゃなくて、この縦もあったりするから、それも見といてもらえた。守備、相手の3番が1ライン目に吸収されるケースが結構あるんだよね。まあ、11番だったかな、ちょっとベテランの人だな、特にそうなんだけど、こうなるんだったらもうこいつらの視野絶対こうなんだから、もう4番攻めてもらえるのと、こいつも何かしらの動きでこれ結構マンツーでついていく可能性があるから、だからダブルは絶対にまず一つ使える、ダブルからのブロックからのコンテにも絶対使える。ここ広がってここだけじゃなくて、こいつこうなった時のコンテにも絶対使える。もしくは、この状態からスタートして斜め抜けてこっちサイズだったらこれ 1,2 番の前に入るやつあるよね。この状態パス絶対にみんな食いつく、リターンセグンド絶対使える、セグンドコミットしてもらえる。映像見ててめちゃくちゃ思うのは、セグンドに対して手で認知して目線をボールに持っていくって概念は悪いけどない、相手にはない、多分その言葉が練習中に出ない、出ないぐらいセグンドが空いてる。だからインプレー中もセットプレーもセグンドをしっかり作るってこと。セグンドってどこなのって言ったら、ポストじゃなくてポストの外側2メートルな、内側に動ける状態を作ること。 OK、 その状態でセグンド狙いに行けば絶対絶対でしょ。まあ戦い方に関してはこのぐらいで、この試合はみんなをちょっとモチベートする必要が間違いなくある試合。次の、俺らは、7月末がないから、次はこれが終わったらオーパー戦になるんだけど、みんなやっぱそこに頭は絶対行くよ、俺ももちろん行くよ、優勝するためにオーパー倒さなきゃいけない、間違いないんだけど、同じ勝ち点差、ランツァレも勝ち点差、オーパーも勝ち点差、何にも変わらない。今の勝ち点は俺らは10、相手は0、去年の順位を考えても俺らは優勝、相手はビリニかな、開幕戦の時言ったけど、もう全てリセット。この試合には何も関係ない。俺らが勝ち点10だから 10-0 からスタートできるわけでもない。何にも考えない。もう 0-0 からスタート。去年の順位。何にも考えない。完全に 0-0 からのスタート。
そこでメンタル的に変に優位に立ったり、俺らの方が強いって思ったり、勝ちに対して貪欲じゃなくなったりした瞬間に俺らはすぐ負ける。逆に相手は勝ちに対してものすごい貪欲な状態にある。そういう状態になった時に、そもそもそんなレベルの差がない中で、メンタル的に中途半端に優位に立つことによって逆転されたことなんていくらでもあるでしょ。それが最初はいいかもしれない。じゃあ俺らが1点2点取った時に、あ、俺らやっぱ勝てんなってなったら、もうそれで逆転される。 0-0 からスタートする。最初は緊張感持ってる。じゃあ俺らが2点取って 2-0 にした、 2-2 にされた時、同点、それ同点じゃないんですよ。同点じゃなくなるの。だからこの前のカグリンガ戦みたいに、しっかり最初からスタートからしっかり入って、得点を重ね続けて、相手のメンタルを途中で折るぐらいのつもりで試合に臨まなきゃいけないから、このアップはすごく重要になる。あの、変に緊張感持ってやる必要はないけど、しっかり気持ちを整えて純粋に勝ち点3を取る、優勝するための勝ち点3を積み上げるって気持ちをしっかり持つことね。8月3日のオーパー戦の時に俺が 変にみんなをモチベートする必要は正直ない。多分みんなは普通に上がるから。だけどこの試合がすごく大事。ここでしっかり勝って、この習慣、オーパーまでの習慣で俺らもまた一つ強くなってオーパー戦に臨んでいく。絶対に下に見ないで、もうほんとそこだけ。まあそういう緊張感のある、試合をみんなで楽しみながらやっていきましょう。はい、終わり、行こう。試合前に話したけど、まだまだ絶対に空気感足りない。自分たちがの中の誰かが作ってくれると思わないで。観客が作ってくれるわけでもない。ゴールによって初めて生まれるものじゃなくて、やっぱ自分たちで作り出していかなきゃいけないから、その一人一人がその空気を作るための動きをしてもらいたい。まだまだその誰かが作ってくれる空気に乗っかろうとしてるやつばっかりなんだよ。そしたら全体的に絶対上がっていかない。全員がその立場にならないと。もう何回も言ってるけど、この人数でやるにあたり全員が前のめりじゃなきゃいけない。その責任感をしっかり持って一人一人で空気感を作っていこう。いい空気を作っていこう。間違っても空気を壊すようなことだけ絶対にしないように、自分たちが上に上がっていけるように、40分後勝つために上に上がっていけるように全員で空気作っていこう。いこう。Thank you.
集中だよ、ここまだ1点しか取ってないぞ。はい、前に戦えろ、待って。もう1点だって変わるから、打って。てか、やっぱり、冷静に、全然弱くないでしょ。確認がの何倍も強い。武器ある選手いるし、普通にアジリティあるし、点決める能力もみんなあるから、絶対に甘く見ないで。ここの前半のクローズの仕方、まあ、3分で、点取りたい、取りたい、もちろん取りたいんだけど、1-0 クローズでも全然問題ない。冗談のように言っていいけど、昨日鹿島アントラーズこの状態でもう終了間際ちょっとしたミスで 1-1 になってハーフタイムちょっと多分雰囲気悪かった。後半3点取られてそれで流れって本当に変わるから、まず失点しないで守備しっかりやった状態で点取りに行く。 OK、 行こう、集中。切り替え、連続だけです。同じメンバーで行くから一回気持ち整えろ。ちょっと言った通りになっちゃったけど、そういう悪いながらもうこれは受け入れるしかないから、しっかり一回気持ちをしっかり切り替えてリセットして、まあ、このままクローズしてもいいし、まあ、ディフェンスからスタートして一本取ること、セットプレー絶対大事に。行こう、気持ちリセットしよう。
きましょう。まあ相手のタイムアウトの時に 1-0 で勝っている状態で 1-1 にされないでっていう話 したけど、もうこれはもうなっちゃったんで、しっかり受け入れて、あの 0-0 からスタートするつもりを持つこと、変にネガティブに捉える必要は全くないから、1失点以上の価値を生んじゃわないように、気持ちを切り替えてやっていこう。まあ言えることは途中でも話したけど、相手は強い、全然楽に勝てるゲームじゃないし、こういうゲームになっていること自体がみんなの中でイレギュラーと捉える必要は全くない。想定外でも何でもない、完全に想定内。もう一回するでしょ、攻撃の時にキーパー結構いいよ、よかったの時にもちろんシュートという選択肢は絶対になくさないでもらいたい。今のまま打ち続けていれば入るシュート絶対出てくる、ゴールのところも一瞬のところも絶対出てくる、感じのところも出てくるんだけど、特にセットプレーの時で角度がちょっと難しかったり、力でシュートが力強く打てないような状況の時は、あえて枠を外しに行ってセグンドを狙いに行くという選択肢を持ってもらいたい。変に吹かすんであればセグンドを狙いに行く、まあ、ちょっと今セットプレーと違うけど、なおのところで吹かしたシーンあるよね。あの状況なのであれば思いっきり打ちに行くではなくて、一回止めてでもいいから、止めてゴールシュートモーションになりながらセグンドに出しに行くようなイメージ。あれで決めたらスーパーゴールなんだけど、すごい価値を生むんだけど、なかなかやっぱり難しい。現実的に可能性が高い選択をしっかりしていくってこと、そしてやっぱそこに人が配置されてないことにはその可能性っていうのはゼロなんだから、純粋にセグンドに人を配置していくこと、スカウティングでセグンドは弱いっていうのが出てるんだったら、もう徹底してそれを使うこと、そういうゴールを生んでいかなきゃいけない。惜しかったとか合わなかったじゃなくて、そういうゴールを生まなきゃいけない。そのために人が配置されなかったらセグンドは生まれてこない。セグンドに出したからセグンドのゴールが決まるわけじゃない、人がいて初めて決まる。ゴールのところもそう、何回も言われてるんだったら、やっぱエルボーじゃなくてまずセグンドに入りに行く。その中でゴーがセグンドに入ってくれたことって、エルボーのスペースに誰かそこを埋めに行く。そこで翼がシュートを選択するかもしれない、セグンドじゃなくてシュート選択するかもしれない、エルボーに出さないでシュート選択するかもしれない、キーパーが弾いたところをエルボーが詰めに行く、俺らの形でしょ、イレギュラーでも何でもない俺らの攻撃の形、 何も間違いない。完全な 2-1-1 って感じじゃないくても、イレギュラーに捉えることなく、相手がハーフから来るのであれば、それはそれでもう順応していかなきゃいけない。ピボにボール入った後は全然チャンスになってるし、2人組も全然組めてるから、特に右サイドはもう迷いなく行っていいよ。相手のフィクソがピボとピボがいないサイドどっちも守ることはできないから、相手に当ていないから、だから純粋にいないサイドにランニングをしていくってこと、それがピボを使うことにもつながっていくから、ピボいるサイド、ピボを意識するってことはピボいないサイドへのランニングを意識するってことね。守備に関しては、まあ、失点シーンだけ切り取ってもだし、俺も全部あれを明確に説明することはできないんだけど、この前俺が入った時に思ったのは、入った時でキーパーに入った時ね、純粋にやっぱり守備のボールが決まるのが遅いから、どのシーンだろうが、不均衡だろうが、同数だろうが、全てやっぱ基準がボールなんだから、明確にやっぱボールを決めなきゃいけない。その時の声がどれだけ出てたか、俊介からアテンから出てたか、まずボールを決めること、それが決まってくると戻りディフェンスがどこに戻るのかっていうのも決まってくるわけだから、そこが曖昧な状態で進まないようにまず明確に決めちゃう、okay、その作業を怠らないように、後ろから前にディフェンスもできてるし、引き続きやっていく。コーナーの時にアウトサイド2枚いるんだったら 1-2-3 がボール寄りじゃなくて外側をもうちょっとケアしていいし、相手のキャラクターを意識しながら、19番とか9番の左足を意識しながら、守備していくで全然問題はない。まあ、攻撃と守りに関してはそのぐらいで、この試合に関してもうここから俺ら勝つためにはもう一つだけ、もう忍耐力、どういう展開が待ってるか分からない、俺らが先行できるかもしれない、逆に相手が取るかもしれない、この流れで言ったら相手が先行する可能性だって十分にあり得るんだけど、でも最終的に気持ちをぶらさずに勝つのは俺ら、それが優勝するチームだし、それが日本一を取るチーム、途中の経過で絶対に左右されない、最終的にここから20分後に俺らが勝つっていうイメージをしっかり持った中で、途中の経過に絶対に左右されないように、さっき言ったように雰囲気は周りが作ってくれない、特に失点した時の雰囲気は誰も作ってくれない、得点した時のいい雰囲気は勝手に生み出されるかもしれないけど、失点した時のいい雰囲気なんて自分たちで生み出していくしかない、観客が盛り上げて俺らを焚きつけてくれることもない、自分が生み出さなきゃいけない、周りが生み出してくれるものに乗っからなきゃいけない、
そうやって自分たちでエネルギーを生み出していくこと、失点した時というネガティブな選択ではなくて、自分たちが得点を重ねることにより我慢して我慢して失点しないで得点するのが理想なんだけど、何かが訪れた時に自分たちがどう立ち振る舞えるかで最終的な結果が変わってくるよ。強い気持ち持って、ブレずに強い気持ちを持っていきましょう。待て。
抑えるところをしっかり抑えよう。抑えるべきポイントを絶対ぶらさないように、左右ああいうセグンドのところで絶対に人の前に入るとか、もうこういう終盤だからぶれちゃうことだけ絶対ないように、絶対チャンス来るから1個シュートを強気でシュートを打ちに行け。そしてその時に確率を高めること。でもし入らなかった時に守備トラになるんだけど、ピンチなんだけど取ったらチャンスが来るんだから、もう全力で思います。あと1分か。いい、勝ち点1じゃない、勝ち点3取り行こう。縦に並ぶ形、高橋。Thank you.
ダブルの4番ブロックのヘディングもしくはボレーで、もう一人の選手もしっかり攻めてもらいたい。でそいつがちょっとアウトサイドから、アウトサイドからここ近いからオッケー、ブロック広がるコンティニュープラス、こいつがこの辺のポジション取ってここに速いボールでいいから、オッケー、絶対引っ掛けない、取られたらもう全力回して行こう行こう、お疲れ様です。まあ常にだけど、まあ、引き分けた時っていうのは、まあ、まあ点差とかにもよるかもしれないけど、基本的にはやっぱり8点を1得たというよりは2失ったなっていう感覚はすごく強い中で、まあ、ただ試合を通してみんなが戦ってないとか、みんながすごく悪かったとか、そういうことはまあ俺の今の感想としてはない、まあ、みんなはしっかり戦ったし、40分間戦い続けた、そして、ネガティブになる空気もなく、ハーフタイムで話したこう忍耐力を持ってしっかり戦い続けた、それは間違いない。だから悲観的になりすぎずに前を向いてトレーニングを続けていこう。また1個だけ言えるのは、やっぱりこういうゲームになった時に勝負を決めれる選手が本当にどれだけ出てくるかとか、前のめりに俺が決めてやるっていう空気感を持って自分が勝負を決めれる選手になれるかどうか、そういう選手が現れてくるかどうか。いなくなった選手の話してもしょうがないけど、じゃあ例えば雪島が決めてくれてた、中井が決めてくれてたかもしれないだけど、今はこのメンバーなんだったらこのメンバーの中で俺が決めてやるっていう気持ちをピッチ上でもうゴリゴリに出して決めれる選手がいるかどうか、まあ常にずっと言ってきてるけど、今シーズンもう気持ちはやっぱり前のめりにならなきゃいけない、まあ、そういう選手がもっともっと出てくると、こういうギリギリの試合を勝ち点1ではなくて勝ち点3に持っていけるのかなっていう、でそのこの2ポイントの差が、優勝を手繰り寄せるのかなと。で、まあ、概してね、難しくなりがちなんだよ。さっきミヤが去年のブラックショーツとかオーパーみたいって言ってたけど、それは難しくなりがちなんだ。やっぱり順位がある程度あった中で、相手はやっぱり本当に貪欲に勝ち点を取りに来て、勝ち点1でももしかしたら分かんないけど御の字と思ってる、思うような戦い方かもしれない。もしかしたらそういう相手にやっぱ打ち勝つってそんなに簡単じゃない。やっぱり簡単じゃない。これは戦術とかだけじゃなく、
やっぱりその最終的には一個突き破る強い気持ちというか前のめりの強い気持ちが必要なのかなっていう気が俺の中ではする。気持ちで片付けるほど簡単なことはないけど、でも本当にやっぱりそこもう本当自分の体ごとゴールに突っ込むぐらいの力強い気持ちを持たなきゃいけないのかなっていう気はするかな。まあそんなところで、まだまだでも一つ一つね、これは100点満点になることはないんだけど詰めなきゃいけないポイントがあることは間違いないので、このオーパ戦までの間に、まあ合宿もあるし自分たちで、強くなる気持ちをしっかり持って一回一回のトレーニングに臨んでいきましょう。終わり。終わります。よっ。